ぶり。今回はゴーイングメディバルを大軍師家のが実況していきたいと思います。前回は新防衛拠点ドルイを完成させたところまで、もう少し手を加えていきたいところではありますね。だなぁ、まだ掘削も思ってないしなぁ。強壁に足止め効果的なのを求めましたが意味があるかもわかりませんしね。一応、効果がない方向だからいいと思うんだけどなぁ。一度襲撃を受けてみないとどうかは言えませんね。それはあるなぁ。そろそろ食料の備蓄も考えていかないとなぁ。縛りで貯蔵庫を作れないので深刻ではあるのですよね。誰だよ、地面に施設など建設禁止なんてバカな縛り作ったのは。2号店ですから、多少普通ではないことをやっていきたいではありませんか。間違えてはないけどなぁ。で、燻製場を作りたいんだけど、場所がありませんね。地面に作れないからいちいち建設しなきゃないから大変なんだよなぁ。そういう面倒をするからこそ面白いのですよ。まあ、まずは一通。一回も使わなかった初期防衛場所を壊すか。床面積的には燻製場くらいは作れそうな広さですね。あるところさえ利用していかないとなぁ。それでなくても皆さん忙しいですからね。どんどん壊せー。壊すのは皆さん早いのですよね。壊すのは楽しいからなぁ。で、スペースが空いたら、燻製場を作るー。これで燻製肉を作り長期保存できるようにしていくわけですね。生肉だとすぐ腐るからなぁ。野菜系の長期保存も考えていかなければなりませんね。それはまだ先かなぁ。平和だなぁ。あの、誰ですか、ここに枝を置いたのは。それも166スタック。随分と大量に持ち込んだのですね。あれかな、遺体処理時に何か起きたのかな。上からじゃなく下から建設準備してるなぁ。邪魔なものがあるので早めに片付けてくれればさらに進むのですが。粘土が置きっぱなしだからなぁ。運搬係に回す人員がいないのですよね。木を切ったけど回収できてないもんなぁ。二段目への階段もできたし、追加で何か作るかなぁ。薪の山が欲しい気がしますが、ここじゃない気がしますよね。頭の上で遺体処理されてるのはなぁ。となると、製造系でしょうか。だなぁ。まずは屋根用の梁を建設指示しつつ、中央に柱は少し邪魔な気がしますけどね。梁作らないと床が張れないからなぁ。石灰石のレンガを量産したいから石膏の作業台を作ってー。あとは何を。縫製作業台だなぁ。衣類の解体も進めていきたいですからね。作る練習用の布がいるからなぁ。さらに居住スペースを増設していく。正直、手狭感はかなりありましたからね。広げるための手間が惜しかったんだよなぁ。その手間をかけなければならないほど狭くなったと。初歩でできる研究がもうじき終わりそうだからなぁ。研究室用の部屋を作る余裕があるようには思えませんが。いろんな兼用部屋だなぁ。きちんと部屋同士繋げていく。そろそろ個室を作ってあげたい気持ちはありますけどね。そんな余裕はヨウムランド2号店にはない。経営難は嫌ですね。役に立たない大軍師を養ってるからなぁ。いきなりひどいことを言われてけのは心外です。だったらもう少しまともな検索してくれー。今はまだ休養期間なのです。まだ本気を出す時ではありませんので。ダメな人の言い訳臭いなぁ。発見伝の世界では即日力を発揮できるので行きますか。行くの字が不吉さしか感じない。バカな話をしている間に増築が終わりそうですね。あとは屋根かければ終わり。室内には研究の作業台を。さらに研究成果を収める本棚も作る。正直、この本棚はかなり優秀ですよね。最高クラスのアップデートだと思う。収めたら蓋度と使うことありませんしね。邪魔な本を片付けられるのがいい。これだけあれば全ての研究を終わるまでなりそうですね。少し足りない気もするけどなぁ。あとは不足してた娯楽成分を。8人いるのに1つだけしかありませんでしたからね。少し無理はしてたと思う。増設分はこんなもんかなぁ。普通に移民が来た。何
かあんまり見ない文面な気がするけど。スキル的には射手と採掘が得意ですね。料理が大得意なのは助かるな。大工仕事は、そこそこですかね。なかなか伸ばしづらいからな。まあ、来るもの拒まずだからようこそ。今度は通常襲撃。弓兵が多めですね。どこから攻めてくるかだな。総勢22名、まだ少ないですね。場所的には土塁方面に来そうですね。土塁の進化を見せてもらうか。総員迎撃開始。先制攻撃はうまくいってますね。弓兵が来たらどうなるかだな。敵の攻撃はうまく引けてますね。なんか回り込まれてるし。え、まさか本拠地側との隔離ができてなかったか。これは大失敗ですね。全員抜けてくるわけじゃないし、なんとかなるわず。まずは土塁に攻撃をしている敵を倒しましょう。え、なんか引かれてる表示が出てるような。こちらの攻撃が当たっていないような気がしますね。城壁は後ろ向きでも効果あるの？時間稼ぎ用に使おうと思ったらダメなようですね。後ろから敵が来てるし。さて、これは悪い夢のようですね。え、どうやら城壁は向き関係なしに効果があるようです。へえ、そうなんだ。ってことは土塁前のは撤去しなきゃな。そうですね、新たな時間稼ぎ手段を考えねばです。普通に扉が一番なのかもな、かと思われます。で、ヨウムさんは何をしているんですか？なんかよくわかんないけど落ちた。何を建設するにしても不足しているのですが。仕方ないから、自分で掘削して。柱完成。あの、段差があるのに柱では意味が。階段ではないと脱出できませんよ。そんなこと知ってるし。問題は資材が45個いるのですが。頑張って掘るし。1回あたりで14個ですか。今日、ベッドで寝れるのかな。仕方ないのでダックが運搬中なので階段を作らせますね。建築下手くそだから時間かかるな。助けられる側が文句を言わないでください。ごめんなさい。ここあたりはいい交渉があるようで。下の鉄掘る時が来るかだな。あのさ、ほんと遅いんだけど。完成したか。待ちくたびれた。よかったですね、ベッドで寝られるようで。ダックには感謝しておく。ヨウムさんが無事ベッドで寝れたようなので増設しますか。働くのはヨウムさんですし。床面積を増やして、燻製場を増設しようかと思っています。シチューや焼いた肉では賞味期限が短すぎるので、できる限り燻製肉に変えたいのですよね。燻製場をどんどん作ります。これだけ作れば十分でしょう。なんか建設するの増えてるし。頑張って作ってくださいね。燻製場がいっぱい。まあ、生きるために仕方ない。ここで襲撃付き移住者来た。植物学がありがたいでしょうか。農業関係強いの少ないからな。また弓兵多めですか。まあ、土塁も回収してるしなんとかなるかな。オグデンハー、射手レイカー。射手スキルが低い移住者が多いですね。ショートボーだと微妙なんだよな。襲撃でレベル上げるしかありませんね。来ましたね。オグデンはヨウムランドの従業員だ。人数は22名、夢の前と同じ人数ですね。夢の前の人数。ヨウムさんは気にしなくて大丈夫ですよ。なら気にしない。これは土塁が攻められそうですね。作りがまだだけど、22人ならなんとかなるだろうな。
襲撃が始まったんだけど、どこに行くのでしょう。土塁じゃない方に向かってるし、なんでだろう。普通な襲撃になってしまいましたね。おかしすぎる。まあ、普通に終わりましたね。なんとも言えない気持ちになった。遺品の片付けだけが大変ですね。資材確保できたのは嬉しいけど、土塁、少し確認してみなければですね。最初からあるスロープを何個か壊したので、それでどうなるかですね。次の襲撃待ちか。意味のないトールハンマー来た。ロートトールハンマーにも仕事をしてほしいところですね。意味のないイベントだもんな。寒波や熱波よりはマシですけどね。あいつらはマジでなくてもいいレベル。直撃だと、怪我人まで出てますね。なんて威力だ。舐められて本気を出したのでしょうか。チェルルが直撃の余波で怪我して、調理場付近が吹き飛んでいますね。棚も何個か消滅してるし、というか、枝と葉へとこう蜜も貫通したのですね。数千石を一撃で焼き払う威力を味わった気分。トールハンマーも多少威力アップしたのかもしれませんね。一番痛いのは醸造所吹き飛ばされて、ビールまで一緒に吹き飛ばされたこと。当分のどの渇きが癒されないわけですね。ヨームランド従業員の士気が落ちちゃう。資材拾いに行くのにすごく回り道すると思ったら、まさか、ヨームランドの西側と南側が繋がってない。これは盲点だった。どうやら土塁建設工事の際に連絡が取れなくなっていたようですね。それはそれでありな気もするけど、ただ、攻めてきてもらうためには階段を設置しないとという気もします。仕方ない、作るか。ここで通常襲撃。弓兵少なめですね。射撃練習な敵だな。26名、まだ少ないですね。ここは、土塁に攻めてくる場所じゃない?ちょうどいいですね。土塁の防御力を測るチャンスですね。なんか側面から攻撃されそうなんだけど、そちら側からは侵入されないので安心してください。ほんと。逃げ遅れてるんですけど。痛いー、めっちゃ狙われてるー。とにかく逃げてください。ああ、防具ないから痛すぎるー。いちいち立ち止まらなくていいので早く土塁まで逃げてください。攻撃されると反撃したい衝動に。待て、撃つなー。なんとか逃げ切ったー。あまり遠くで仕事していると危険かもですね。ほんとだよ。これ、今上がったら攻撃されるよね。もう少し待つべきですね。行くなったら合図してー。もう大丈夫ですよ。この恨み晴らさで置くべきか。早く配置についてください。傷が痛いんだよ。反抗されてるし、危機的な状況ですね。後ろから入られてるし、歩兵ですし、こちらを叩きましょう。もう一人来てますね。近づかれる前に倒せばよし、と思ったら勝った。皆さんかなり疲れていますし、今は休むべきですね。だな、みんな休憩でー。なんとか土塁初防衛したところで今回はここまで。また見てくださいね。